Hey guys! さあ、ということで、今日も Like Jones チャンネルやっていこうと思います。はい、ということでですね、ちょっとね、色気を出しちゃったんですけど、今日はね、クララというよりも、普通にね、今日のリーグに関してのね、お話をね、していきたいと思います。で、今日のリーグなんですけど、こっちだ。はい。で、やっていくのが、まずね、見てほしいのが、今の状況ですね。で、この画像を見ればわかるんですけど、ポノスさん今0-2ということで、まあね、まあ、いつものね、いつも、そう、ポノスはなんか、最初に負けて最後に追い上げるみたいなね、謎の傾向があるんですけど、まあ、今回こそはね、っていう風に毎回言ってるんですけど、今回もちょっとね、負け負けと続いてしまって、まあ、本当にね、全部、最後の、3セット目のね、1v1 の、しかもフルセットまでね、もつれ込んだんですけど、全部負けてしまうっていう感じで、ちょっとね、ちょっとよろしくないかなという感じなんですけど、まあ、惜しいだけじゃね、しょうがないんでね、言ってても。はい、ということで、0-2ですね。で、今回、今週当たる相手が、今日は、ノバ。で、明日がタロンですね。で、ノバとタロンでめちゃくちゃ強くて、そう、まあ、これ順位見る感じ6位と8位なんですけど、マジでね、穴がないんですよ。で、ノバは、マジ普通に、女性のプレイヤーが一人いて、あんまり出ないんですけどね。それと、まあ、エルシオープと、あと、ビーキングですね。あとは、リトルチェンという感じで、まあ、普通に、もう、なんだろうな、普通に強いプレイヤーがめちゃくちゃいるって感じですね。はい。なんですけど、ノバがですね、とやって、その次にタロンですね。で、タロンが0-3なんですけど、タロンには勝てるでしょ、みたいな、ね、思う人いるかもしれないですけど、これがね、まだやばいんですよ。新しい選手を補強してですね、タロンが。うん。で、だからそこに、ジェラルトかゲラルトか、わからないんですけど、そういうっていうね、プレイヤーが追加されて、そのプレイヤーがね、前のシーズンぐらいで、初めて8000プレイヤーが出るシーズンあるじゃないですか。その時に、チエンスキャラでね、グロ11位を取って、11位フィニッシュしてるんですね。世界11位フィニッシュしてて。チエンスキャラ使える人って大体何でもうまいんで、もうね、やばいんですよ。そう。っていうことで、まあ、新選手も加入して、まあ、寄り添うが熱くなったね、タロンなんですけど。そう、なんで俺ここまで負けてるかわかんないぐらいのね、チームなんですよね。本当にめちゃくちゃ強いと思ってたんです、最初から。うん。マジで、TTG の次ぐらいに強いのかな、ぐらいに。思ってたんで、そう。なんでね、まあ謎なんですけど、まあ今シーズンね、そう。ということで、トーナメントの、ね、形式ですね、解説していきたいと思います。なんですけど、今ね、まあ一応ね、理解してない人のためにね、言うと、結構やばい状況なんですよね。e スポーツかな、こっちかな。はい。スペシャルシーズンの方式を公開と。いう感じで、やっていくのは、このトーナメントね、見てもらえればわかるんですけど、上位4人がウィナーズブラケットって言って、その上のね、上のトーナメントで戦うんですよ。で、下位4チームが、下のね、ルーザーズブラケットで戦うんですけど、これ何が言いたいかっていうと、1位と2位の差とかよりは、4位と5位の差がやばいんですよ。そう、4位以上は、この上のトーナメントで戦うとかで。っていうことは、つまり、この上のトーナメント見ればわかるんですけど、戦う数が圧倒的に少ないんですよ。そう。で、まあ、それはね、レギュラーシーズンでのアドバンテージっていう感じなんですけど、5位以下に落ちると、まあ、5位も8位も言うたら、そんな変わらんんですよ。そう。もう戦う数が多い。とにかく。とにかく多いんで、やばいですね。本当に。そう、なんで、4位以上に何としてでも残るためには、あれなんですよね。もうこっから5連勝すりゃいい。まあそれは当たり前なんですけど。そうなんですけど、今週の試合、まあ1試合、まあはともかく、まあ2試合ともね、落とすと 100%、ほぼ 100% ですね。5位以下になります。はい。で、まあ1試合落としても結構もう周りの運任せな感じになっちゃって、結構キワキワなんで、まあ今週は何としてでも2試合取りたいと。2試合取りたいというね、感じになってます。ということでね、今週は、ノバとね、補強された、タロンと戦うんですけど、マジ強いんでね、本当に強いんで、もう、ぶちのめしたいと思います。はい。ということでね、なかなかね、そういう話になっていくんですけど、本当にね、強いチームばっかなんでね、まあ僕たちもね、負けないようにね、まあ、毎回惜しいとこまで行ってるんで、まあね、このままだとね、ポノス惜しかったよね、ってなっちゃうんで、まあ、ここら辺でね、ガツンとね、バコーンとね、バチコーンとね、やっていきたいと思うんでね、もしよければね、応援の方よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で終わります。バイバイ。シャッ。